どうぞ、中まで。ねえ、構想中じゃなかったの？この人たち。ああ、そのはずだ。おかしなとこでお会いしますね、星野会長。組織同士は構想が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないすか。俺たち3人が会うのは年に一度あるかないかだ。だが肉の壁の均衡を保つため、情報を共有する必要があれば、こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。今下の者同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか？うちの青龍会は若い者を2人蜂の巣にされた。そして半貧龍門は庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れるからな。何の理由もなく矛は収められん。そういうこと、うちだって同じ。なるほどね。じゃあここで何やってんだよ。トランプでもやってこの構想の勝ち負け決めんのか？そのアイディアいいね。ふざけんなよ、すでに人が死んでんだ。なのにあんたらがここでこんな狙いごっこしてるって、下々の連中は知ってんのか？知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは、頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としちゃ返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか？そういうことになるな。でもまたいつ死人が出るかもしれねえのに。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。均等な三角形は外部からの圧力に対して高い強度を持つ。日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか？今さらここで戦後の話かよ。あれ？何か？ああ、そうだ。戦後の話だよ。この町の構造が生まれたのもな。戦後、混沌に生まれたのが闇市。そこで初代青龍会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたと言える。その頃、わずかに離れた横浜中華街では、中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。そして勝利した一方は、今でも中華街で繁栄した。そして敗れたもう一方は、後に半貧龍満となる中国人たちだった。半貧龍満は生きる場所を求めて偉人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を青龍会も黙って受け入れるはずもない。半貧龍満と青龍会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らないですか？退屈か？だが歴史を知らずにこれの話はできん。お前の持っていた偽札だ、春日。青龍会はそいつを承知だったんですか？ああ、コミジュルで刷られた偽札の日本円は全て俺の元に集められる。じゃあ青龍会が全部裏で糸引いてたってことですか？どういう意味だ？中国圏の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地は半貧龍満。でもそれを全て手に入れてるのが青龍会。あんたら全員グルだったのか？春日君、結論急ぎすぎ。
落ち着きなさいって。こっちはイライラしてんだ。そもそも清流会の人間に間違われて、拉致られて、抗争の火種だの因縁つけられて、難波の賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられっか。まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された縁の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。荻窪豊の懐の中だ。荻窪豊、さっきある記事で見ましたよ。民事党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか。なんでそんなこと。それがこの地の歴史だからな。え？もう60年も前になる。偉人帳の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。あの人が清流会の初代と半品流満のボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを？清流会と半品流満へ？何のために？当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。だがあの人はもともと偉人町を縄張りにしていた清流会の連中と、偉人町へ流れ着いた半品流満が限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのは半品流満、印刷と運搬は清流会という具合にな。で、作る方法は荻窪が？そうだ。その施策が偉人町の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。警察に？清流会や半品流満に渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよく分かっていた。そうっすか。じゃあどうして警察に金を？彼の目的は警察を意のままに操ることだった。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。そして荻窪は警察に偉人町のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域で半品流満の人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃ半品流満にはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は偉人町のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかった半品流満はその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか？半品流満には無条件で島と仕事を与えられたわけだろ。まあな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。それだけじゃねえ。
組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうこともできた。その上でハンピン・リューマンとの抗争で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり青龍会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。ふん。荻窪から授かった恩恵を理解できたか。確かに分かりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになった。え？かつて韓国人同士が集ってジンゴン派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。ジンゴン派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに異人町へ流れ着いた。私も幼かった頃母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって異人町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない。同胞の数が増えるたびハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあハンピン・リューマンと戦争も？いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。ある日我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を青龍会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。さらに全ての秘密が漏れぬようその監視も我々が命じられた。それが異人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして青龍会、ハンピン・リューマンと共にコミジュルも異人町の一角を担うに至った。そして異人さんが完成したってことか。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は異人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し民事党幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。なるほど。そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと？結果がどうあれ、やり方が間違っていると言いたいんだな。では、例えば警察はどうだ？戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか？明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか？そりゃあ、その今そういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が異人町の過去ってわけですよね。でも俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由は要は何です？うん。春日君のお友達難波君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。弟を探す手がかりは弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。だからもともと難波君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃね。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや、難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。え？ああ？
何だと。その人物に免じてお前には目をつむろう。誰がこの偽札を俺に。どうしても教えてほしければナンバを捕らえてこい。お前ら自身の手でな。なんちゃんを。でもそんなことしたら。そうかい、カズガ。だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りていうことなんざ何もねえ。それで話はしまいかい。もしもの話、偽札の秘密が漏れれば肉の壁は力をなくす。偉人町のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな、あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東上界や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの。ああ、カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。そう来るかい。俺にはこの町に借りがあるってか。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ大切なことを言っておく。何です。難波にはすでに資格を放ってある。何だって。資格って誰だ。はい、うちが引き受けました。ハンピン龍馬が。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。てめえ止めさせろ。そりゃ無理。俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする。放っておいたら難波は死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前がナンバをつかめろ。ハンピン龍馬よりも先にな。いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。この先はお前次第だよ、春日一番。とにかくまずナンバを死角から救うのが先ってことか。おう。お？ええ。え？そうか。
おい、誰だこんな時間に。どうも、久米さんだっけ。急に押しかけて悪いんだけど、うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前ら、なんでここだと。よう、一番。やっぱりここにいたんだな。ナンバー、偉人さんから殺し屋が向かってる。ハンピン・リューマンの奴らだ。ハンピン・リューマン、コミジルじゃなくてか。こちらに来たのはあなた方だけですか。ああ、俺たちだけだ。そうですか。ナンバーさんにご用で。ああ、あんた誰だ。初めて見る顔だな。これでもよくメディアに露出してるんですがね、まだまだ認知されてないか。あ、本当だ。確かブリーチジャパンの代表で。うん、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。このところ横浜支部を応援に来てましてね。特に偉人町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか偽札作りまでとは、全く信じがたい。もう難波から全部聞き取ったわけか。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。難波、お前もさっさと逃げろ。春日、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか。偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。青龍会とハンピン・リューマン、それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知った難波に殺し屋を送り込んでる。となると片木だろうが、ここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてハッタリです。そいつは口がうまいですから気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え？最初あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、肉の壁の殺し屋にしてはあなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は？殺し屋？少なすぎるって何の話です。やれやれ、久米君はまだ事の次第を分かっていないんです。ですが、無知ゆえの勇気が必要でした。この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え？あの小笠原さん、一体何の話を。あんた本当に仇か。もちろんですよ。ただ普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか、ラオマ。ラオマ、マブチがなんでここに。ここは任せてもらっていいですよ代表。うちはアフターケアも万全です。では我々はこれで行きましょう。おい、ナンバー、待てて。偽札のことはもう全部この人たちにぶちまけだ。俺は弟を見つけてえだけだ。生きてても、万が一死んでてもな。あ、小笠原さん、私はどうしたら。マブチ、間違いなゴミにお似合いの最後をくれてやれ。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。安心しろ、うちのボスですら知るわけねえ。ずっと会いたかったぜ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。Ah!
こいつはすげえ。聞いたぜ。最高じゃねえか。まだ口が利けそうだな。ありがてえ。いってえ。何なの？嬉しそうな声出して。よくもうちの店長殺してくれたじゃねえか。殺したな。はあ、殺した殺した。殺してやったよ。清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通りにだと。誰に？何を？さっきここにいたろ。ブリーチジャパンの代表、小笠原。小笠原？あいつが店長の殺しをお前に？何が狙いでそんなことを？小笠原の狙いはな、偉人町そのものだ。なんだと？荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだったんだ。そのためには陸の壁にひびを入れる穴を開ける必要があった。穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの？じゃあ何か、小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を。何がブリーチジャパンだ、何なんだあいつらは。待てやマブチ、連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた？偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある？小笠原にはでかいバッグがついてる。バッグ？偉人さんも陸の壁も時期終わりだ。明日には山ほど兵隊が乗り込んでくるからな。兵隊？ブリッジジャパンのか？そうじゃねえ。まだわからねえのか、カスが。あ？ブリッジジャパンのバックについてんのはな、カムロ町にいる近江連合よ。なんだと？俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。奴みてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭い町で終わりゃしねえ。おやっさん、てめえと一緒に勝たんな。近江連合がこの町にも来るの？そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちへ入ってた。ああ、分かってる。行こう。奥からも外へ出られたんだ。小笠原ならもう出てった。難波？ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんちゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてえだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ。一番難波、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい。どっかに隠れてろ。さっき真淵が言ってた。明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえ、なんちゃん、気持ちはわかるけど、私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。
うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ。でもな、弟を見つけるにはこいつらの力がいるんだ。本当に行くのか。止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。はあ、うるせえ。一番、気持ちはわかるが立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ。チャンスだろ。なあ、そうだな。これは。どうしたの？おい、この写真。なんだよ。小笠原と握手してるこいつだよ。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ。都知事の青木亮。まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が二人で立ち上げたんだ。青木亮。でも死んだはずだぜ。はあ？死んだってカムロ町で俺はそう聞いてた。どういうことだ。青木亮を知ってんのか？違う。こいつ、若田、荒川正人。知事、来週の予算審議、反対派の都議らは相当粘るつもりです。道路族のじいさん連中か。建設予算の削減が気に入らないんでしょう。議会は長丁場になるかと。夕方に予定されていた表敬訪問はキャンセルの方向で考えております。表敬訪問？ああ、新聞社が主催の。子供たちが来るんだったね。そうです。ならキャンセルはなしだ。親御さんたちだって張り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ええ、ですが。大丈夫。必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。子供たちをがっかりさせたくない。わかりました。表敬訪問は予定通りに。今日はもう上がりなさい。失礼します。小笠原です。いい知らせかな。ようやく見つけましたよ。荻窪幹事長の内での小槌、肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか？いいだろう。東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。